どうも、うずです。先日5月20日マイクロソフトから商品の発表会がありましたね。期待されていたサーフェスプロの新作サーフェスプロ3が発表されました。日本を含む世界26カ国かな、8月発売予定ということでかなり期待できるんですけど、うずさんはですねサーフェスプロとサーフェスプロ2を今までちょっとね実機の方ご案内しましたけど、サーフェスプロ3もチャンスがあればちょっと案内したいなとは思っております。非常に注目度の高い端末ですので、先日の発表会興味があった人はもう見たかもしれないんですけど、まだの方はちょっと内容をチェックしてみるといいかもしれないですね。ちょっとうずさんの方から簡単にちょっと何が変わったのかっていうのをさらっと動画で言おうと思います。で、一番目立つ変わったポイント、画面のサイズ、前回は 10.6 型だったんですけど今回は12型に大きくなってます。だから13インチ版の MacBook Air と同じようなイメージでいいんじゃないですかね、サイズは。で、ここ見てください。ここなんと、ここのキックスタンドがすごい角度調節できるんです。これ便利ですね。初期のやつが1段階、Surface Pro 2が2段階、今回はすごいです。もう何段階で、もう何段階とか数えるのめんどくさいからいっぱいって表現します。いっぱいカチャ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 とチルとします。150度まで開くっていう、なかなかですね。今回もう一つ特筆すべき点、重さです。なんと今回ですね、厚さが 9.1mm、 重さが 800g、 Surface Pro 2の時は 13.5mm の厚さで 907g、だからだいぶね薄型軽量化さらにされてますね。これはすごい。で、 Surface Pro 2って持たれた方はなんかこう大きさの割には重たいって印象あったと思うんですけど、 100g だからねそんなにじゃないかもしれないんだけど、やっぱり軽くなったろうね。あとより薄くなってるのすごいね。で、 CPU に関しては、第4世代の Core i3-5-7 を採用ということで、あ、じゃあ今回はバージョンが結構あるのかな。 Core i5 に関しては 4300U ということで、まあ低電圧タイプなんですけど十分ですね。 1.6GHz で最大 2.9GHz のクロック周波数を持ってるということで、まあそこそこゲームとかもね楽しめるんじゃないでしょうか。液晶の解像度気にされてる方が多いと思うので、ここもちょっと数字言っときましょうね。Surface Pro 2は 1920×1080、 ハイビジョンの解像度で、これに対して新しい Surface Pro 3は 2160×1440 ということで、かなり解像度の方もね上がってます。ただ画面のインチ数が増えてるので、実際には画素密度っていう意味では 208ppi から 216ppi に変わったということで、まあ、若干のね綺麗さが上がったって考え方なのかな。少しですね、特別すごく綺麗になったっていうわけではございません。 4K とかの画質には遠く及ばないです。でもそれでもね十分ですよ。すごい綺麗だからね、数字だけに騙されちゃダメだよ。で、あと Surface Pro 2の時もよく言われたんですけど、この専用のペンがあるんですが、筆圧感度に対応しているので、イラストを描く人とかにとってもすごく良いタブレットということで評価を受けてるんですね。他の Windows 8タブレット、雑誌でですね、某雑誌で比較された時に Surface Pro 2は筆圧感度をすごくよくね感知してイラストが描きやすい、プロの その使い方にも合うっていうことで評価されてるので、 Surface Pro 3もなかなかその辺はいいんじゃないでしょうか。あと今回もう一個特徴なのが、これマイクロソフトの仕様なんですけど、ワンノートっていうマイクロソフトが力を入れてるソフトウェアがあるんです。なんとこれが Surface Pro 3はペンを持って画面をポンと叩くと、これが自動起動します。画面が消えてる状態からペンでトンと叩くとノートが起動してくれるという、だから本当ビジネスマンの方とか、そのなんかクリエイティブ活動されてる方は何かメモ取りたいと思ったらすぐパッとここでメモが取れるんです。うずさんもたまにですね、まあ、本当にたまになんですけど、電車で移動してる時に iPad をちょっとこう出してメモ取ったりとか、あと自分の動画のアイディアができると急にそこでね、うずさん漫画好きですからね、ちょっとコマを書いて、ちょっとしたね簡単な簡易コンテみたいなのを iPad で作るんですよ。だからそれがね Surface Pro 3はすごくやりやすそうでね、これはやばいね、欲しいね、もうすでに欲しいね、出てないのに。気になる、カメラはですね500万画素相当で 1080 プログレッシブ動画に対応しているということで、カメラの性能は特別高くはないですね。まあ、Surface にカメラの性能は求めなくていいと思うんで。で、バッテリーの駆動時間、これ重要ですね。バッテリーの駆動時間は、従来の製品より 10% 延長してますとあるので、ウェブブラウズ時の交渉値で約9時間、最初の Surface Pro が4時間、Surface Pro 2が7時間で、今回が9時間ですから、結構持ちよくなってきてるんじゃないですかね。9時間も使えれば十分じゃないですか。で、外回りの仕様はあんまり変わってなさそうです。後で写真とかもね、サイトで見てみてください。
マイクロ SD カードでストレージ容量を増やしたり、あとは USB の方はね、あのポートが4ポート8ポートのハブを使えばいろんな機器につなげて作業などができますから、Surface Pro 3はかなり本格的で実用的なんじゃないかと思います。 Apple ユーザーの方にはちょっと申し訳ないんですけど、うずさんは正直 Surface Pro はすごく買いだと思います。うずさんもね、次 Mac にするかね悩んでるんですけど、これも話はいいや、前の動画なんか言った気もするし、また別で話しましょうね。正直 Surface Pro はすごく欲しいです。 Surface Pro 3すごく楽しみです。では、今日はちょっと簡単に Surface Pro 3が発表されましたよって動画を上げさせてもらいました。ではまた別の動画でバイバイ。はい、でこういうわけでうずさんの動画は物がなくてももうペラ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 ちょっと商品紹介みたいにしちゃうんで、なるべくニュース系のものは PC のね、あのうずさんが気になるものは早めにちょっとこういうふうにお知らせしたいと思いますので、もし気になる方もしくは参考になるかなと思っていただいた方はチャンネル登録の方をお願いいたします。YouTube ってね、こうねチャンネル登録してねって言わないとなかなかねチャンネル登録されないんですよ。これぶっちゃけ話ですね。 Facebook や Twitter に比べて固定ユーザーを増やしにくい理由、これ YouTube に関して、これ長くなるから後にしよう。また後でね。